い、じゃあ今回はですね、10月の D2C サミット東京開催に伴って、まあ、ソーシャルコンテンツみたいな形で、まあ、バックステージですね、ボードメンバーの皆さんにこういろいろここだけの話みたいなことを聞いていけたらなと思ってまして、今日はですね、世界五感の徳田さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介、まあ、お仕事のこともそうなんですけれども、最近ハマってるあれやこれやみたいなこととかもあれば、はい、ぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、世界五感株式会社の徳田と申します。そうですね、越境 EC だったりとか、製造業とか、メーカーさんの海外マーケティングっていうのを14年ほどやっております。最近ハマってること、最近ハマってるキックボクシングを今10年ぐらいやってて、懸垂を最近始めましたっていうところですかね。はい、キックボクシング10年。はい、ずっとダイエットで体型を維持するためにやってます。もうこのコロナ禍でなかなか運動する機会も減ったから、きっとさらにパワーアップっていう感じですかね。そうですね、一人でサンドバッグ蹴ってますよ。でもなんかスピーカーのノグタグさんも格闘技やられてたりとかしますし、はいはい、結構意外と格闘技やられてる方って D2C の、メーカーさんの方だったりとか、マーケターの方にも多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、もしかしたらキックボクシング私もやってます、僕もやってますって方が見てる方にいるかもしれないんですけれども、早速ですね、はい、D2C サミット東京、今回ボードメンバーの皆さんはそれぞれこう活躍されているフィールド、まあ、エキスパートみたいなところがあると思うので、私は〇〇のエキスパートだということで、まず一言いただけたらなと思います。はい、私は、越境 EC の、エキスパートとして、まあ、ずっと14年ほどやらせていただいていて、本当に D2C ブランドもそうですし、そのメーカーさんの、なんですかね、中古の商品だったりとか、そういったものの取り扱いとかもずっとやらせていただいているので、そういうところでいろいろと役立つ情報が発信できるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。もう本当に徳田さんといえば越境も、この聞かずもっていうところかもしれないんですけれども、どうですかね、最近こういろんな流れを見てる中で、こう皆さん結構アジアマーケットとか見る方も多いかなとは思うんですけど、はい、D2C ってビジネスモデルでいくと、まあ、特に米国だとオールバーズだったり、キャスパーだったり、こう企業価値みたいなところもすごいこうぐんぐんうなぎ登りでいくって、まあ、ある意味夢のあるフィールドかなとも思うんですけど、うんうんうん、なんかそのあたりの市場の状況だったりとか、徳田さんが見ていて思う最近のこうトレンドとか変化とかっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいです。そうですね、東南アジアのやっぱりこの可処分所得みたいなところが徐々にこう上がってきているので、D2C ブランドがターゲットする、今までって欧米が多かったんですけど、東南アジアも含めてそのターゲットエリアとして考えるっていうのはあるのかなっていうふうに思っていて、東南アジアで売れている商材と、あと中東とか欧米で売れている商材ってやっぱそれぞれ変わってきていますね。ありますね。はい、そうですよね、うん、まあ、今回の D2C サミット東京でもこう海外トレンドからもう学んでみたりとか、それ生かして日本からどうやって活躍のフィールドを広げていこうかみたいなところにもフォーカスしたいなと思っている中で、はい、徳田さんにはセッションでもですね、その越境 EC、越境っていうところをテーマに持っていただく予定ではありますが、ぜひこの D2C サミットで参加者とそのテーマについて話してみたいこととか、このあたり聞いてみたいなみたいなことがあれば、ぜひそのあたりもお伺いしたいなと思ってます。そうですね、まあ、世界を目指す D2C ブランドの方と、やっぱこう海外進出の魅力とか大変さっていうのをなんかこう共有できればなって思っていて、実際に海外に進出したいっていうふうに言っていて、月商100万を目指しているのか1億を目指しているのかで、やらなきゃいけないことって全然違うんですよ。うんうんうん、で、まあ、D2C といっても、その自社の独自ドメインの Shopify のサイトだったりとか、あと海外の Amazon 使ったりとかっていうところで、あとその実店舗展開していくだったりとかっていうところで、やる幅っていうのは変わってくるので、どこをゴールにしてるかによって何をやらなきゃいけないのかっていうのは変わってきたりするんですね。で、その辺をこう皆さんどんなふうにお考えなのかっていうところで、国内の市場の売り上げっていうところをベースに、海外だったらもっといけるでしょみたいな感じ、結構お考えがちなんですけど、その辺のなんかこうギャップっていうところを減らしていけたらなっていうふうに思ってますね。じゃあ今まさにギャップってお話もありましたけど、はい、こう実際こうご相談乗ってったりとか、コンサルティングとかされていく中で、はい、あ、ここ今間違ってるよ、戻ってきてみたいなシチュエーションとかで出くわすことあります？いや、結構ありますね。どちらかっていうと、なんかウェブサイトの作り込みとか、コンテンツの作り込みとか、その動画とかのクリエイティブの作り込みの方に予算をかけるべきなんですけど、割と広告予算の方に予算を使いがちなんですよ。うんうんうん、そこって結構やっぱりこう、なんていうんですかね、国内である程度その
認知が広がってグロースしてきたっていうところの自負がある中で海外ってなった時にもうその今のクリエイティブが洗練されてるって意識でいるんですけど、そもそもターゲットとする顧客がずれて違う場合って彼らにやっぱ合わせて情報発信していかなきゃいけないですし、彼らのビジネス彼らの悩みとか関心に対してそのコンテンツっても当てていかなきゃいけないので、割ともゼロからスタートするぐらいの気持ちでやらなきゃいけないっていうのはちょっとなんかこうお伝えしていきたいかなと思ってますね。なるほど、まあ、もうローカライズとかそのレベルを超えてっていう感じですかね。そうですね、はい。でも市場調査から毎回入りますね。そうですよね、こう実際イメージするものと現実のレスポンスがどう違うのかっていうところも見ていかないといけないですもんね。そうですね、こう実際 D2C っていうと今大手のメーカーさんもあのビジネスモデルとして D2C に切り替えていったりだとか、まあ、反対に今 Shopify とか Base とかああいったプラットフォーム使えば一人でも始められるみたいなところが、こう D2C ビジネスモデルの面白いところだと思うんですけど、こと、はい、越境みたいなことでいくとその成り立ちの違いっていうのがどう戦略に影響したりとか、こう違いだったり立場だったりスタンスだったりとか、こういうふうに自分たちを見ていくといいよみたいな観点とかってあるんですかね。大きく分けて D2C って言っても2つあって、そのメーカーさんが手段として D2C っていう、ことをやってる場合と、目的が何かこう実現したいか目的が存在していて D2C を展開している場合と、売る手段なのか何かを実現する手段なのかによって結構やってることが違ったりするんですよね。で、後者の方がその思想とかそういうところを共感していただいて購入していただく機会っていうのは結構あったりしていて、やっぱこう世の中にこう物がいろいろこう出揃っている状態で、自分たちの手段として D2C ブランド展開するんじゃなくて何かこう成し遂げたいことを、まあ、そのブランドを通して発信していくであったりとか、そのプロダクトを通して発信していくっていう方がうまくいきますよっていうのは、なんかこうお伝えできるといいかなっていうふうに思いますね。最近徳田さんから見てこう世界を目指していたりだとか、もうすでに海外進出しているっていうところで、はい、面白い D2C ブランドとかっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、どうですか？なんかスピーカーの方で、バルコムさんとかね、すごい僕気になってますけど、また具体的にお話できればなと思いますけど、パンプシェードっていうパンを、パンの中にライトをこう入れて、それを販売してる D2C ブランドがあるんですよ。パンのライトってことですよね。そうです、そうです。それがですね、実はなんかヨーロッパとかアメリカとか、でかなり売れていて、UGC がめちゃめちゃ発生するんですよ。なんかパンあるじゃないですか、フランスパン、いわゆるパンですよね。にライトが入ってて、で光るんですよ。でパンってこうちょっとベージュみたいな色じゃないですか、でも今のこの背景の色ぐらいな感じじゃないですか。それがこう光ると夜めちゃめちゃこう映える光をこうパンから醸し出されるんですよね。それがニューヨークの その街並みのなんかこう背景があって、窓の近くにパンが置いてあって照らされてる様子とかがインスタとかに載せられてて、それがめちゃめちゃバズってるんですよ。でパンを廃棄しちゃうのはもったいないっていうところがあって、それを作り始めたんですけど、そんなこの思いが共感されて世界中でそのパンが売れるっていうふうに僕は思わなかったんで、これはすごいなっていうふうに思いましたね。まさかライトからパンが売れることつながるとは思わないですもんね、本当に。いやすごいなと思って、パンプシェードっていう、まあ、ライトがあるんで、よかったら検索してみてください。はい、多分動画作った時にこの辺に多分出してると思いますけど。ぜひ、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。すごくそもそも論で恐縮なんですけど、はい、なんかこう徳田さんが越境っていうところにそもそも着目して今の会社やられてるきっかけとか、なんかそういうのってあったんですかね。もともとイギリスに留学をしていて、でこう日本の魅力ってなかなかこういいね、日本 の, 産業だったり技術だったりとかあるのに、それの魅力ってそのちゃんと伝える術がなくて、こう衰退してしまってる産業とか企業ってたくさんあるんだなっていうのを海外に行って気づいたりしたんですよね。で日本に戻ってきて、そういったこう日本の企業とかの、技術だったりとか思いとかっていうのを発信して、日本の魅力を世界に伝えるってことを実現していきたいなと思って、学生時代に、そういった会社ないのかなって探して見つけたっていうのがきっかけですかね。はい、そうですね、ぜひこの D2C サミットでのセッションも、はい、なんかそういう
皆さんがちょっとでもチャレンジしてみようかなっていうふうに思えるきっかけになったらなと我々も思ってるんですが、はい、改めてですね D2C サミット東京開催に向けて、どんな会にしたいかですとか、どういう場になったらいいなっていうことがあれば最後にメッセージいただけると嬉しいです。まあ、この中で、なんていうんですかね、オフラインで開催するってことにすごい意味があると思うんですよね。なんでこう皆さんの熱量を感じられる会にしたいなと思いますし、自分が今まで培ってきた情報とかノウハウっていうのを発信して、その熱意を持って参加される方の役に立てれたらなというふうに思っています。ありがとうございます。まあ、まさに10月皆さん会場で会って、はい、直接話してっていうふうにできると一番いいなと思ってますので、はい、私たちもね、そうですよね、会場できっとああようやくお会いできましたみたいな感じ。そうですよね、はい、なんかそれもまたね一つ楽しさもあるかなと思いますので、ぜひ皆さん10月楽しみにしていただけたらと思います。はい、今日は改めて徳田さんありがとうございました。ありがとうございました。